どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムです。今日はですね、待ちに待った秋冬の新作を紹介しようかなと思います。オクテットチャンネル。というわけですね。まあ、今日はというか、今日からですね、秋冬の新作をね、やっとお見せできるので、徐々にね、ご紹介していこうかなと思ってます。はい。ということで、まずね、今回、2022-23、秋冬ですか、の第1回目は、こちらですね。はい。まあ、今すぐには着れないんですけど、まあ、もう少し我慢したら着れるよなっていうものからね、ご紹介していこうかなということで、今日はね、ヘルノのトレーナーをご紹介していこうかなと思ってます。はい。ということでね、今日はこの3着をね、ちょっと紹介して、後で着てみようかなと思うんですけど、まあ、シリーズ的にはヘルノリゾートっていう、まあもう定番化、定着化したレベルかなと思います。まあね、リゾートっていうだけあって旅をテーマにしているので、まあそういうちょっとこう旅のニュアンスとか、若干こう機能的にもね、快適なものだったりとか、けどやっぱりヘルノなんでまあエレガントなものっていうのがラインナップとしては多いですね。はい。で、このトレーナーっていうのもね、2、3年前に多分初めて出てきて、まあ、あんまりこう、正確な年数覚えてないんですけど、あんまり大きくは変わんないんですけど、で、入荷するたんびにね、すごく早く、すぐ売り切れてなくなっちゃうアイテムなので、ちょっとね、早めに紹介しようかなという感じです。はい。ということで、まずね、今回色は、この、ネイビーとブラウン。それからね、奥に控えてますけど、これちょっと面白いので、また後ほどしっかり見せようかなと思います。はい。まずね、こっちのトレーナーですね。基本的にはね、本当に一緒です。まずね、このロゴの部分。こんな感じでね、こう、パイルに、まあ、ロゴがね、ドカンと入ってる感じです。あとは、めちゃくちゃシンプルです。すごくベーシックでエレガントな感じですね。まあ、この辺にちょっとね、こう、ロゴがあるんですけど、この辺が憎いですよね。そして、肩の部分はこんな感じでね、セットインスリーブなんで、結構まあ、トレーナーなんですけど、しっかりとね、エレガント、まあ、綺麗に着られるっていうところですね。このネイビー。そして、色違いでブラウンです。はい。で、これね、中は、こんな感じで、起毛をしてるんですけど、パイルのね、起毛になってるので、まあ、シーズンもね、秋冬なんですけど、長く着られるかなと思います。真夏以外の3シーズンぐらいは着用かなっていう感じです。触った感じも、そこまで暑くなくて、結構薄手のトレーナーなので、まあ、一枚で着るのも良しですし、重ね着していくにも、あまりかさばらないかなっていう感じで着やすいかなと思います。はい。このあたりが、まあ、去年までもあった、すごく定番な2着ですね。そして、今年はですね、ちょっと面白いね。こんなものを、はい、ご用意してます。これめっちゃいいですよね。うん。これね、まぁ、ちょっと一個ずつね、解説していくと、見ての通りね、いろんなカラーリング、というかまぁ、3色、4色ぐらいかな。混ざってるんですけど、まずね、この、身頃は、ブラウンと、それから、グレーですね。はい。ちょっとニュアンスのグレーで、ヘルノらしい色ですね。で、肩はね、こういう感じで、まあ、これはラグラになってます。はい。ちょっとカジュアルな感じです。そして、ポイントは、このネックの部分だったり、袖元、それから、裾の部分。ここは、ウールのニットになってます。ウールのニットになっていって、ネイビー、ブラウン、グレーという感じで、まあ、トリコロールカラーになってるっていう感じですね。うん。これ、いいですね。めちゃくちゃかっこいいね。うん。で、中は、同じく、同じパイルという感じなんで、まあ、気持ちね、秋冬の、ちょっとね、感じと、あとは、カジュアルですかね。全体的にカジュアルにより着やすくなってるかなと思います。まあ、ヘルノはね、こっちが結構イメージとしてはね、より洗練されたエレガントなっていう雰囲気があるんですけど、こういうちょっとだけね、シャレっ気の入ったものっていうのも、去年からね、トリコロールとかはね、取り入れられてたと思うんですけど、今年もあります。これはね、すごく可愛いかなと思います。着ていてね、そんなに多分難しくもない色味だと思うので、全部ベーシックなのでね、意外とこう合わせやすいかなと思いますし、秋冬にね、むちゃくちゃ活躍する大人のトレーナーっていう感じじゃないかなと思います。はい。はい。それではね、まあ、形はこれすべて同じなので、ちょっとね、今日はこれをね、着てみたいと思います。はい。ということでね、ちょっとこのマルチのタイプをね、
着てみたんですけど、こんな感じです。はい。これめちゃめちゃ可愛くないですか？うん。可愛いけど、まあ上品っていう感じなんで、すごくね、合わせやすいと思います。で、僕はね、今48を着てるんですけど、ちょっとね、性格はわからないですけど、感覚としては気持ちだけ緩くなったのかなっていう気はしてます。はい。けど、まあこんなもんですかね。はい。このくらいがちょうどいいんじゃないですかね。うん。着心地はね、すごく楽。当然ながら楽。あとは、ちょっとね、このストレッチも効いてるので、すごく気持ちいいです。はい。快適です。うん、生地もね、そこまでこう厚くないので、本当に多分これ着重ねしてもしやすいと思いますし、もう少しだけね、涼しくなったら、これ一枚で、まあ、出歩ける日がね、来るんじゃないかなと思います。はい。このウールの感じもね、すごくいいですね。全然チクチクしないし、まあ、すごく上質なものを使ってると思うので、すごくね、気持ちいいです、これも。うん。あとやっぱ、首元とかもいいアクセントになりますね。はい。これならね、多分パンツ選ばずに、何でもいいんじゃないかなと思うので、まあ、綺麗めなね、僕だったらコットンパンツとかで行くのも良しだし、まあ、スウェットとかでね、カジュアルに行っても全然いいんじゃないかなと思います。はい。すごく大人っぽい可愛いニュアンスっていう感じですね。うん、それからね、まあ今日はね、着てないですけど、こっちの、まあベーシックなトレーナーの方もね、なかなかこうロゴがドカンって入ってるものって、例えばね、多いのだとベーシックな、まあブラックに対して、チチロだったりとか、まあもっとね、色使ってるものとか多いと思うんですけど、ヘルナの場合は、見ての通り、同色でね、全部まとまっているので、大人男性でもそこまでね、気負いすることなく、すごくね、簡単にと言いますか、はい、楽に、難しくなく着れるんじゃないかなと思います。まあ、トレーナー自体がすごいカジュアルなアイテムなので、なかなかもう着ないよ、着なくなったよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これなら問題ないんじゃないかなっていうね、ラインナップになっているので、ぜひね、ちょっとこうリラックスしたアイテムで大人っぽいものを探してる方は、ヘルノをね、選択肢に加えてほしいなと思います。はい、ということでね、今日は秋冬第1回目ということで、まあ、ヘルノのね、トレーナーをご紹介しました。もう少しね、したら着れるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さん、今日のアイテムすべてね、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、ということでね、僕らの動画は、こんな感じで毎日8時に動画を更新してます。基本的にはですね、メンズファッションに関わることを全般お話ししておりますので、ぜひ気に入っていただければ、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、あとはですね、こんな感じでいろんな SNS もやってます。ぜひそちらもチェックしてみてください。お願いします。というわけでムでした。バイバイ。